前回のボンボンクラフト守ってる感じでね。おい、またまたな。どうしてこれ、なおちょ、こちらです。じゃじゃーん、こちらです。皆さんこんにちは、ボンボンクラフトのお時間です。イエーイ。お相手は私、じゃじゃん、キツト。こんにちは、ギッちゃんです。なんか見たことあるやつだよ、それ、ね、お願いします。ボンボン TV のボンボンクラフトですけど、はい、前回まで、ボンボンドラゴンとね、卵を作ってきたということで、今回はまたちょっと別なものをどんどん作っていきましょう。いきましょう。はい。で、今回はですね、乗り物シリーズ作りたいと思います。でもエンダードラゴンはもう乗れますよ。いや、これはでもちょっと乗り物じゃない、ファンタジーすぎて。どうしましょうか、何にしましょうか。車系にしますか。はい、車系でいきましょう。車系。じゃあ今回はパトカーにしませんか。パトカーにしましょう。いきましょう。即決。ありがとうございます。ギコちゃんがよくお世話になってるパトカーを。バカ野郎。どのあたりにしましょうか。もうじゃあマスオさんの横に。そうですね、マスオさん。このあたりに。結構でかくなっちゃうのこれ。これエンタードラマでかくなるんですよ。結構ね、あるあるなんですよ。でかすぎるか。いや、じゃあ、いや大丈夫と思いますよ。いや、これでかすぎる。弱音吐かないでください。ちょっとそうですね、ごめんなさい。ダメですよ、弱音。僕が入っちゃったらもうダメだもんね。そうですよ、うん、でかすぎるかもしれない。マスオさんが乗るからね。そうか、そうだそうだ。マスオさんがこの連行されるんで。連行される。うん、結構デカめじゃないとね。デカめじゃないといけない。これが前輪。そう、これはね、嫌だ。これは嫌だよ、感じるの。あ、これ、ジャジャンさん、はい、一段足りないです、それ。前輪最悪や。一番下足りないんで作り直しです、全部。でもよく気づいてよかったよ、この時点で。気づきましたよ、ボディ作って、ある程度作ってから気づいたら、これもう超めんどくさいことになってる。そうですね。おお、すごいね、リコちゃん。それホイールの周りの、それもうすでに相当ボディが長い。容疑者何も分かるでしょ。すごいなこれ。またお前溶岩一マス埋まってるぞ、俺。なんでここで溶岩。溶岩エンドラの仕業じゃないですか。そうかじゃねえよ。そうかじゃねえんだよ。これで黒のラインがどの辺までっていう、2マスぐらいでいいのかな。多分そうっすね、2マスでいいっす。2マスでいい。どこにぶっ込んでんだよ。これギコちゃんが作った、これうまくないですか、後ろのね、はい、ポリスの部分ですね。はいはい、はい、ちょっと見ましょう、途中段階。こちらです。じゃん、超うまいよこれ。なかなかうまくいった。完全にポリスで完璧なあれだったね。完璧でしたね、大きさがね。じゃあ、私これ作ったんで、はい、ジャジャンさんは、ね、横に警視庁って書いてあるんで。いや、これ無理だよ。警視庁の漢字無理だなこれ。無理。今回どうですか、クオリティ高くないですか、全体的に。はい、いや、ポリスが抜群にいいですね。間違い探しに一個しておきましょう。パリスとかしておきましょう。A が難しいやん。さあ、突然ですがここで、はい、ジャジャン菊池さんの、はい、一人大喜利コーナー。一人大喜利コーナー。イエーイ。お題は、お題マインクラフト。マインクラフト、整いました。はい、マインクラフトとかけましてバレーボールと解く。その心は。ブロックが大事でしょう。本当に意外とうまい。意外とうまかったっすよ。意外とうまかったっすよ。いや、普通によくパッと思いつきましたよね。おー、ありがとうございます。素晴らしい、座布団1枚持ってって。持ってくんかよ、お前。いやでも、良かったですね。ちょっと旬なとこで本当に。あ、ちょっといいお題ですね。間違い探しちゃんともうつけてますからね。マジで。仕掛けてんの。仕掛けましたもん。そして、はい、ということでパトカーの途中まで完成しました。ありました。ちょっとね、サイズ感がかなりビッグなパトカーだったんで、はい、1話ではちょっと完成しきれませんでしたけど。そうですね、途中までをご覧ください。それではいきましょう。じゃじゃーん、こちらです。これ後ろからです。素晴らしい。どうですか、このギコちゃんの描いたポリス。ポリスかなりいいっすよね、これ。いい感じで、こっちでも、しっかりポリスが、リコちゃん、はい、ポリス、はい、ポリスって書いた、はい、これポロリじゃねえか。あー、どえー。
この間違い探し。この間違い探しなんで、ね、気づくかな、ちょっと難しいかもしれないですけどね、パッと見たらポリスですからね、はい、ということで今回の動画良かったと思う方はぜひグッドボタンお願いいたします。またチャンネル登録お済みでない方ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ということでお願いします。リコちゃんと一緒にパトカーの途中までを作りました。ぜひ次回もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バーイ。